ひとしきり悪口を言った後に、いい子だけど、嫌いじゃないけど。そうそうそう、もうガチうざいやろ。だ結局優子もさ、自分がこういう人間嫌いとかさ、ああいう人間嫌いとか言っててさ、結局そいつらと一緒のことしてんじゃん、優子。シンプルに気持ち悪いんだよね。ゲボみたいでしょ、ほんと。ボコボコにしてやろうかなって思うね。ねえ、ほんとね。うん。まあ、嫌いじゃないんだけどね。うん。根はいい子じゃん。うん、それも分かってるから。子さんアピール。あ、東海オンエア見てんの？私も見てる、私も見てる。いつから？あ、3年前。あー、いや、おもろいもんね。え、私はもう何年前とかあんま覚えてない。自分が中3の時結構見てて、だからね、東海が登録者 1,2 万人の時とかから見てたかな。うん。それこそ芝生と哲也がバインやってた時期があったんだけど、え、分かんだ、そうだ、あんま分かる人いないと思うんだけどね、今すごいもんね。うん、大きくなったよね。カラオケで保険かけてちゃんと歌うやつ。俺次何歌おうかな。うわ、これ歌えるかな。ちょ、1回しか聞いたことないやつ歌っていい？ガチで1回しか聞いたことないからほぼ覚えてないわ。うわ、これ一瞬でやめるかもしれん。絶対分からんもん。歌えるかな、行ってみるわ、ちょっと。うん、絶対歌えない、どうしよう。え、マジ一瞬で止めるけん、ごめん。うん。 Every day Every night 君を思ってばかりで。どう、小松菜奈の名刺ながら歩く。指パッチンしながら歩く。うん、あ、わかる。つか、ケンスケどこ行った？ついマウント取っちゃう。うんうんうん。え、てかさ、ハイライト何使ってる？あ、セザンヌ？わかるわかる。私もセザンヌ一時期使ってた。うん、え、今は、マック。うんうん。え、変わんない変わんない。セザンヌでいい、セザンヌでいいよ、全然。うんうんうん。ただやっぱりなんだ、マックだったらツヤのレベルがもう段違いとか、うん、けど全然なんかセザンヌでも全然、うん、いいと思う。でマックはレベチみたいな。うん、え、うんうん、てかファンデーション何使ってる？うんうん、エチュードハウス。あ、懐かしい。私も3年前ぐらい使ってた。うんうん、え、今周江村。電車で隣に座ってる人の携帯チラ見。総福寺方面お越しのお客様は次のバス停長崎新地ターミナルでお降りください。なお、この車は市役所前経由です。長崎新地ターミナル。お店とかにある鏡で自分をチラ見。やばいね。うん、幸せもんじゃん。うんうん、それでそれで、最高じゃん。男の人とご飯行った時におごってくれるんだろうって察してるけど気づいてない感じ装う。美味しかったね、そうそう、出ようか。うん、ごちそうさまでした。会計が6000円だから3000円ずつ。あ、俺が出すよ。え、いや、申し訳ない申し訳ない。いや、マジで。え、なんで？だって私今日、だっててっきり割り勘だと思ってめちゃくちゃ信じられないぐらい食べたのに。いや、マジで大丈夫。え、本当に？もうそれはしこたま申し訳ないんだけど。え、本当？え、ありがとう、ごめんね。うん、じゃあ僕はもう死ぬほど甘えさせてもらうけど。え、ごちそうさま。え、美味しかった。え、ごめんね。行こうか。エセ関西弁。おい、もうお前なんなんこいつ、ほんまうざい。こいつほんまうざい。何言ってんねんこいつ、さっきからな。ガチうざかっちゃけど、ほんまうざいわ。何言ってんねん、アホか。言うとりますけども、相づちでアハンっていう。うんうん、アハン。シェット、本当に？マジで言ってる？ Shit！ あは？スマホのカメラで髪の毛セット。なお、この車は市役所前経由です。長崎新地ターミナル、長崎新地ターミナル。親方いらっしゃいませんか？男から連絡来てうざい自慢。ねえ、ねえ、言うな。まただよ、また。また LINE 来た。あ、この間の調子イケメンはもうなんか LINE もなんかあんま面白くなかったから、全然話は面白くなくって、だからうちがその既読無視して、なんか既読無視じゃなくてスタンプで返したのかな。うん、だからまあ適当にスタンプで返して既読無視された。まあ実際私が無視したって感じなんだけど、違う、もう一人の方、あの時飲みで一緒だったゆうやって覚えてる？そう
そっちそっち。そいつがガチしつこくって、うん、断ってんだよ何回も。何回も断ってんのにめっちゃなんか遊び誘ってくんの。うん、うざくない？うん、マジうざいよね。断ってんのにさ忙しいっつって、察せって感じじゃない？ガチでもういい加減にしてほしいんだけど。え？ブロック？うちも考えたよ。考えたけど、さすがにそこまでしたらかわいそうじゃない？ブロックやりすぎかな。んかブロックするほどでもないみたいな。わかるでしょ？ね。うん。めんどくせえ、ほんと。チャンネル登録お願いします。なんでもするから。インスタはしたから。チャンネル登録